東京理科大学マテリアル創生工学科4年の長谷川一輝、札幌もいわ、は、フィギュアスケートと学業を両立してきた理系アスリートだ。全日本選手権に4年連続で出場するなど活躍してきたが、今季限りで現役引退を決断し、2月28日に自身の SNS で報告した。春からは研究と就職活動に専念する。スケートは長谷川一輝そのものだった。 と涙を浮かべながら18年間の競技人生を振り返った長谷川は札幌市に住んでいた5歳の頃3年上の姉がスケートをやっていた影響でスケートを始めたリンクへの通いやすさや競技への理解などを考慮し札幌も岩高校に進学北海道を代表する選手に成長した高校1年のインターハイで総合2位に入りクープ・ド・プランタンルクセンブルク で初の国際大会を経験した。フリーで滑った、古事記は今でも一番お気に入りのプログラムだ。ジャパンのロゴが入った日本代表のジャージーを着られたことも誇りだった。高校2年は腰の怪我で大会出場は少なかったが、勉強したり進路を考えたりする時間ができた。得意科目は数学や物理、科学、当時はコンピューターに興味があった。 その子を性能化に欠かせない半導体を研究できる大学を探した。スケート部がある大学に進学する選手が多いですが、受験をして自分の学びたい学問をしっかり学ぶと決めました。理系アスリートのロールモデルとして同郷の鈴木純さん、北海道大学大学院修了、を挙げ、見習える部分が多くありました、と話す。鈴木さんは高校時代に国際大会に出場し、 一年間の浪人生活を経て難関の北海道大学工学部に合格。大学院でも競技を継続し、大学一年から六年連続で全日本選手権に出場した文部領道の選手だった。長谷川も受験勉強と競技を両立し、東京理科大学基礎工学部材料工学科、現、マテリアル創生工学科に一般入試で合格した。コロナ禍で寮の受け入れ休止。 東京を拠点に。東京理科大は北海道に全寮制のおしゃまんべキャンパスがある。1年時は競技を休んで寮生活を送り、2年次から東京で練習を再開する予定だった。だが、コロナ禍で学生の受け入れが休止になり、東京のキャンパスに通うことになった。家賃などの生活費や競技の活動費がかかるため、学費は奨学金で工面した。 新たな拠点は明治神宮外苑アイススケート場。スケーティングや演技力を伸ばすため、技術指導だけでなく振り付けもしてくれる横谷花江コーチに指示した。自分の理想とするジャンプに近いものを理論として教えてくれるコーチです。その理想像に近づけていく練習をしていました。大学の講義はオンラインだったため、空いた時間はリンクに通って技を磨いた。大学の講義を通して、 半導体、金属、セラミックスなど様々な研究分野に触れた。長谷川はその中から高分子材料に興味を持つようになり、研究対象としてバイオマテリアル、生体材料を選んだ。人間の体の細胞を材料として扱っていく分野です。体の細胞を採取して活性化させて体に戻すという研究なのですが、自分は細胞操作の部分を扱っています。 医療分野は将来絶対なくならないですし、バイオマテリアルが人間の体に入れる薬の一種類になればと思っています。4年になると研究室での実験が増えた。プレートの中に材料を混ぜて顕微鏡で反応を見る。変化を待っている間は参考文献を読んだり、先行研究を調べたり。反応が長時間にわたる場合はリンクに通うこともできた。 実験の計画を立てながら練習時間を確保した。